はい、こんにちは、海坊主です。今回の WRC10 なんですけど、舞台はねフィンランドです。そうですね、フィンランドは結構ねいろんなゲームにも登場してますけど、まあどのゲームでもねイメージはハイスピードかつジャンプだらけっていうね、そういうイメージですよね。だから本当にねジャンプを攻略しないことにはここの SS はねまともに走れないっていうところですよね。はい、ってことでね、まあ今回もやっていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、最初のステージは 9.65 キロのねこちらのステージなんですけど、こちらはね確かにスピードも伸びるんですけど、意外とね中速域のねあのコーナーも多かったりしてね、テクニカルになってると思います。結構ね長いんでね、ノーミスで行きたいって考えるとね、途中で失敗しやすくてね、あーってなる感じで結構難しいと思います。はい、じゃあ早速アタック行ってみましょう。はい、スタートしました。こちらの SS はね本当にハイスピードかと思いきやテクニカルな部分もあるんでね、意外とね大変は大変なんですね。ここのコーナーもね慣れないと意外と外にねドバーンって行くしね、でこの先のねここも気をつけてないとね、ここの微妙な右でもね曲がんないでね外飛んでっちゃいますからね。でちょうどコーナーの手前でね車が跳ねたりするんでね、やっぱこの車を落ち着けるっていうのもすごく重要かなって思います。じゃあアクセルベタ踏みで行くとね、着地の時に姿勢が乱れ気味になるので、だからまあ着地の時はアクセルオフでまあ今回は走ってますね。でもそうするとねやっぱり案の定のタイムはねそんな出なかった気がします。でこちらの SS はね9の頃からあるので、やっぱ慣れてる人が、ね、多いと思うんでね、やっぱ全体的なねタイムのレベルが高かったかなって、そんな感じでしたかね。ここら辺もね本当にハイスピードなんですけどコーナーのねちょうど頂点あたり、まあだからクリッピングポイントあたりでね弾むんですよね車がだから本当それを考えてないと簡単にね高速するんでね、そこが本当にねこのコースを攻略する上で一番大切なところかなって思いますね。だから一番いいのはね着地でも姿勢が乱れない足回りのセッティングを組むことが重要なんでしょうね。もしくはデッキセッティングもそれに合わせたような感じで、まあ減速時にねしっかりと車を抑えられるようなデッキセッティングっていうのが重要なのかなと思います。はい、まあ口で言うのは簡単なんですけど、ね、出すのは難しいってやつですね、設定を、まあ設定ですか、セッティングですねそう、口で言うのは簡単なんですよ。はい、まあとりあえずねもうそろそろ半分って感じなんですけど、基本的にはねこっから先のが俺は苦手ですね、前半のがまだね走りやすいんですけど、後半はその中速コーナーでアンジュレーションも余計厳しくなってくるんで、よりね確実な操作が求められるって感じでね苦手です。でそのジャンプの前でねコースが分かりにくくなるポイントがあるんで、ちゃんと覚えてないとねどっか飛んでっちゃう可能性も多いんでね、こういうのもあって苦手ですかね。まあここもちょっと見ちゃった乱れてますけど、ここからしばらくねその中速コーナーが続くって感じですかね。まあ、ここら辺はハイスピードって感じなんですけど、だんだんとねまあでも思ったよりはコーナーの R 自体は大したことないんですね走ってる感じだともうちょっとコーナーのねアングルついてるような感じがするんですけど、 R がね、だけどそのアンジュレーションも相まって、だからそのよりコーナーの R がねきつくなってるように感じるってだけですかね。もうちょっと踏んでいけるんでしょうね実際は。フラットなんて言っときながら意外とね曲がってるような感じもするしみたいな、基本的にこのオーバークレストかオーバーバンプかどっちかなんですよねだから車が弾む弾む、キープミドルとかキープライブとかキープレフト、これをしっかりと聞いてないとね本当にその先の状況がねそれでようやく分かる感じなんでね、まあ、逆に言うとキープライトって信じてキープライトに行き過ぎても
イン側に突っ込んだりするんですけどね。はい、水気を突きつってます。はい、ここでね180度ターンですね。フラット右オーバークレストキープライト100、フラット右オーバークレストキープライト70、ジャンプキープミドル150で、最後はねまたこうストレート気味のハイスピードエリアって感じで、まあ基本的にはねジャンプが続くんで、そのジャンプをねしっかりと制御することが大切なのかなって感じですかね、多分大したタイム出してない俺が言うのもなんですけどね。はい、もう残り最後のねセクターの半分ぐらいですね。そういえばこの間ね大型アップデートがあってね、新しい SS っていうか国が追加されましたよね。だからまた増えたって感じですね、攻めれるところが。はい、ってことでねフィニッシュですね。はい、タイムの方がね4分45秒845として683位です。はい、まあトップからね54秒ということでほぼほぼ1分離れてるんですけど、もう狂気の沙汰ですね。1分これより早いんだみたいな、トップのレベルはどんなもんなんだって話ですけど。はい、じゃあ次の SS 行ってみましょう。はい、ってことでね次の SS は 9.79 キロのこちらの SS なんですけど、こちらの SS はね最初の SS よりもあのジャンプがね多いっていう印象ですかね。はい、ってことでねこちらは映像のみでお楽しみください。2、1、行くぞ。80、ジャンプキープミドル100、右6すぐコーション、左3ロングドントカット80、右2キープイン120、右4ショートスモールカットオープン、すぐ左4キープイン80、からの右3ロングオーバークレストキープイン80、右4オーバークレストオフキャンバーキープイン150、コーションブレーキスクエア左カット200、フラット右オーバージャンプキープイン200、左6オーバージャンプキープレフトすぐバンク100、ジャンプキープミドル100、ショート150、まずい、ジャンプキープレフト200、バンプ80、おっと、フラット左オーバージャンプキープミドル100、フラット右オーバージャンプ100、左6オーバージャンプ80、左5ベリーロングオーバージャンプキープミドル100、フラット右オーバーバンプからのコーションブレーキ、右4ショートオーバークレストキープイン100、バンプすぐフラット右オーバージャンプ50、左6オーバージャンプベリーロング100、バンプ100、ジャンプ150、コーションブレーキ右3ビッグカット、スクエア左オープン50、完璧だ、左タイトンオーバークレスト50、スクエア右ベールイン70、右にショートスモールカットオープン100、左後オープン150、フラット右オーバージャンプキープミドル100、左6オーバージャンプキープミドル100、右6ロングオーバーバンプキープイン200、キープミドルすぐ左6150、ジャンプキープライトすぐ右6ベリーロングオーバークレスト、おっと、ランプキープライト100、フラット右オーバージャンプキープライト150、ビッグジャンプキープミドル150、まずい、ジャンプキープミドル150、やった、フラット右オーバージャンプキープライト100、ジャンプキープミドル150、クレストからの右6ベリーロングナロー200、コーションハードブレーキきついヘアピン左レール付近ナロー200バンピー、
ット右からのフラット左150、左6オーバークレストキープレフト200、ポーション右5オーバージャンプキープミドルすぐ足、右6オーバージャンプキープミドル200、左6オーバークレストロングキープミドルからの左6オーバークレストベリーロング250、ジャンプキープミドル150、左6ロングオーバージャンプからの左6ロングオーバークレストキープミドル200、ジャンプキープミドル200ランピー、右後オーバークレストロングキープイン200、ランプからの左後ロング200からのフィニッシュ。はい、こちらの SS ね、4分32秒ってことで542位となりました。やっぱりね、ここのフィンランドのステージはね、全体的にレベルが高いなって感じがします。はい、次のね、最後の SS 行ってみましょう。はい、最後はね、 2.28 キロのこちらの SS となります。市街地って感じですね。まあ大変ね、中間の区間っていうか後半もそうですけど、すげえ狭い SS っていうイメージですね。しかもね、すげえ極低速まで下がるって感じで、もう低速でのまあコントロール能力がね、重要になってくるかなって感じです。それではアタックいってみましょう。はい、こちらのステージはね、一発目うまくね収録できてなかったので2回目のアタックとなっております。まあやっぱりね、難しい。まあやっぱりあとね、市街地なのでアスファルトで、まあアンジュレーションがないのでね、ここ専用のセッティングを出した方が早いんですけど、まあ実際ね、キャリアモードとかチャレンジモードでやってると、まあセッティング変更できないってね、ここに来る場合もあるのでね、まあそれを想定して、まあ一応ね、さっきまでっていうか前回の一つ前の SS とね、同じセッティングで走っております。ここもね、調子乗ってるとね、立ち木にね、ガシャーンって当たる感じですね。そうそう、本当にないの頃にね、何回もね、いけてるって時にね、ガシャーンと当たってたのね、思い出します。で、あと細かいところの走り方がね、ナインより難しくなってるような気がしますね。もうちょっとなんかナインの頃はね、細かい切り返しとかね、早かったようなイメージがあるんで、まあそれもセッティング次第なのかもしれないですけどね。ここだとなんかちょっとステアの対するレスポンスが悪い、まあ足回りが柔らかいのもあるんだろうけど、そう、特にね、この先の S 字が厳しかったですね。この遠赤も高いんですよね。ここ S 字っていうのもスケインですね。はい、ということでね、もうフィニッシュですね。ここもね、ほんと勢いよく行くとね、横転するんでね、気をつけなくちゃいけないです。はい、フィニッシュです。はい、ってことでタイムの方がね、1分36秒204でランキングがね、720位でした。まあここはね、短い SS もあったりで、ナインもね、結局あった SS なので、アタックしてる人がね、やたらといるなっていうところでしたね。この順位でもまあ過半数よりはね、上にはいるんですよ、一応。なのでね、結構人数的には多いのかなって感じでした。はい、ってことでね、今回はフィンランドでしたけど、まあ全体的にね、ちょっと難易度高いなと個人的には感じるフィンランドです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。